ということで、トライタイタン大活躍、スケビニウォーズ最新作を見ていこう！イエーイ！ついにアップグレードシネママンが出てく！本日もいつもお世話になってるベールラインさんのスケビニウォーズ見てきたんやけれども、もうこのスケビニウォーズがファンメイドやねんけど、展開がめちゃめちゃおもろいんよ。最近で言うとあの最強生物トライタイタンがついにアップグレードされて登場したり、そっからめちゃめちゃ派手な戦闘が行われたりとかでも最高で、前回の終わり方的に、ここからは今カメラマン側のアジトに閉じ込められてる G1 スケビニトイレを救い出しに、スケビニトイレ側が奇襲をかけてくるっていう流れになると思うので、ここからまた激しい戦いが始まると思います。さあ今日はどんな展開になるのか、みんなで楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者10万人目としてるので、スケビニトイレが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほら行こうか！さあ始まりましょう。何スケビニトイレのニューロリンク、なんか神経をつなげるテスト、まあ、なんか人体実験みたいなことかな。スピーカーも頭でか頭でか、何の実験してんのやろ。うおお、何これ、うん、かわいそうかわいそう、頭に刺すんかな多分。うおお、いやちょっとこの世界のスケビニトイレえぐないなんか首もいだりとかしよるで。はいはい、うわ、手打ってるわ、頭でかい。あ、笑ってる。なんか顔怖っ。ちょっとホラーやん。あ、なんか成功したんかな。めっちゃ喜んでる。神経。おお、待てな、なんか来たで。なに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 、なんて書いて、え、あ、攻撃、攻撃が来たでって書いてたわ。はい、はい、来ました、来ました。来ました、はい。これ、アジトに奇襲をかけに来たと。で、このアジトに、どっかでかくまわれてる、ジーマンスクビートリーね。はい、出ました、出ました。これ、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 これ。はい、こいつが厄介で、うおお、出たよ、出たよ、出たよ。はい、な、あ、タイタンシネママンって書いてんで、これアップグレードバージョンちゃう、もしかして。おいおいおい、本家より先に出てきたで。え、しかも、ラージテレビマンのあのカメラもついてる。あのテレビ、すごい。うぼぼぼぼぼ、本家より先に登場や。え、笑てる。めっちゃ笑ってるこいつ。いやこいつもなかなか強いんよ、この二足歩行スカルスケビニ。うおうおお、え、あ、これで終わりで、次の話ね。はい、ここから86話になります。すごい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 、うわ激しい戦い、うわーやばい、臭そう、これ食らったらあかんよ。あの盾何、めっちゃ強そうな盾持ってるけど、うわうわ、これやばい、白色や、画面の色。うわ、後ろ危ない、後ろ危ない、来てんで。うわ、いや、意外ともろい。意外ともろくひっくり返される。あれ、怖いなぁ。骸骨スキミトイレ。また笑ってる。すぐ笑える。細っ体。いや、こいつ厄介やからなぁ。え、何や、めっちゃ回ってる。何この武器。やばいやばいやばい。避けれた、え、なになに、どういうことどういうこと、もう買っちゃうの、あら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 、余裕やん、えさっきのあの杖何、うおおおお、笑てる、また笑てる、なんか企みやったんちゃう、何やったんや、あ、侵入してきてる、おとりやったんや、あいつやりよんな、ボス自ら音になるとはやるよんな。はい、で、これで、うわ、いや、甘っ、アジトの、設備甘っ、いや、頭でかいな、やばいやばいやばい、うわやばいやばいやばいよ。どうなんの、おっさんや、おっさん二人。あ、さっき人体実験させられとったやつや。あ、ここにどうやって入ったんやって言われてるわ。俺らが来る前に。他の入り口かなー言ってる。え、でもこれ多分もう操られてるはずやねんな。え、あ、ジーマンが隠されてる場所を見つけたかって。あ、あれについてこう言ってるわ。多分これ嘘やろ。なんかはめようとしてんじゃん。あ、ここは怪しいぞ。あ、はい、トラッシュコンパクト。なんかゴミ処理場みたいなことかな。
はい、おー、来たよ来たよ。トライジャーラで裏切り者みたいなことかな。あ、え出た。プランジャーテレビマンかな、あのブラックカメラマンみたいなやつな。はい、もう、余裕で買っちゃったよ。え、絶対なんかわざと負けた感あるけどな。怒ってる怒ってる。え、このまま刺されちゃうの。え、来た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 よ。意外と脆いねんて、タイタンシネママン。あっ、来た来た来ました、あのおっさんの顔のやつ。おっさんスケルトンよりすごい兵器と一緒に来てる。これこれはまたエグい戦い始まる。おっ、すごいかっこいい。ぜ、テレビマン関係全員集結。お、あ、あ、プレイ取れてた。帰ってきた帰ってきた。これはこっからすごいことなりそうやね。もう戦争まみれ、スクビリボー。ということで、これ次からまたえらい戦争始まりそうやね。またこっから新たなストーリーが始まると思うやけれども、今回の見どころもいくつかありましたね。まず1個目がこれよ、スクビリトイレの洗脳テスト。なんか頭にこうな、ちっちゃいナイフみたいな刺したらスキビートイレをコントロールできるようになったと。この技術はもしかしたら今後、また大事な場面とかで使われてきそうやね。もしかして今捉えてる G マンスキビートイレを操るために開発してんのかな？ってなったら、もしこれが実現してもたらスキビートイレがめちゃめちゃ不利になるよな。でもちょっとこの展開も予想できるような気がする境に、まあ、今後動画見ていく中で、ちょっと意識して見ていきたいと思います。で、次の見どころが、アップグレードシネママやね。これ多分アップグレードされてるよな。本家と同様、一回シネママはやられて、撤退してたんやけど、ついに本家よりも先に、こっちのスクビリウォーズの方で登場するっていうね。密かにね、本家もスクビリウォーズも、なんか大体同じタイミングぐらいでアップグレードシネママ出てきそうやなとは思ってねんけど、こっちが先でした。まず体にラージテレビマンのあの4つのテレビ。しかもその上、刀と盾持ってるっていうね。最強すぎ。いや、これはまた心強い味方やね。で、あともう一個気になったのが、最後、スカルスケビリトイレがあのでっかい釜を投げたやんか。まあ、魔法で飛ばしたんかな。なんか明らかにさ、わざと避けさせるぐらいのスピードやったよな。あの攻撃の意図っていうのがわからんかってんけど、こんなさ、強いキャラがあんな外し方するわけないと思うから、ま、何かしら作戦があってやってんのかなと思うねんけど、これはどうなんやろね。なんかの伏線なんか、シンプルにミスなんか、ちょっとここもね、今後意識して見ていきたいと思います。はい、ではね、こっからアップグレードトライタイタンも戻ってきて、で、テレビマンチームも今最強の布陣やね。で、そこで逆にスキビートイレ側もね、また、あの、仲間たち引き連れてやってきた境に、こっからスキビリウォーズ、新たな戦い始まるっちゅうことで、またね、動画が投稿され次第、バンバン実況していきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほら！チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。